最後まで見ないと腕折っちゃうぞ。どうもこんにちは、コスケです。今日はスタン片手剣を使ってリオレウスはシュート放発していきたいと思います。ロマン装備なんで、まあ2回ぐらいスタン取れればいいかなって感じで早速やっていきましょう。はい、リオレウスが来ました。ここでですね、先行玉を構えて降りてきたタイミングで、おいガチャプガチャプ、ちょっとちょっと、さあ早速ね、リオレウスまず落とします。ここで落としてコンボがここで丸丸丸、あやばい丸、これでこう、このこれでスタンを取っていく。熱いな。これでドン、これね最後の一発が一番スタン値が高いだから、あーこれね不動起用、ここで不動を着てしっかりとぐんぐんバチン、はいスタン1回目、これ結構いいんじゃないかな。まだ未発覚状態だしね。ドン、ほらタン、ドンドンでドン、あああ、ドンドンドンで、飛んだら、すぐに落としてまた頭にドンドンドン、あちょっとダメだ、頭に座れとんな。でおいしょ、これをね繰り返すというか、まあうん、どうなんだろうね、あの転んだ時ぐらいは普通にやった方が、まあ、火力は出るかなって感じなんだけど、まあ、今回はねあくまでもスタン片手剣もハンマーとしてね、ハンマーとして使うから。あ、飛ばんのかい。まあいいや。でおいしょ、あー当たると思ったんだけどな、今のは。今は完全に当たる、当たポジだったんだけどな。でハンマーじゃないんで、まあ、言うてね、言うてもハンマーの真似事なんで、まあ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 、でもまあロマン、やっぱロマン武器が一番楽しいからさ、モンスターハンティングは俺が思うにね。なのでさあ飛べ、あー飛ばないと。本当はね飛んでくれたらねすごく楽なんだけど、ハンマーは使ったことないしね俺。あちなみにそう、よし神神神、ちなみにですね、俺はハンマー使ったことないです、一回も。使い方もわかりません。よし、2回目のスタン。いいね、これ結構、あれ ?2 回目?そうだよ、2回目 ?3 回目 ?2 回目か。わかんない。何回目か覚えてないですね。で、ここで、天身の創意を着ようかな。ちなみに、鬼人薬と怪力の種を飲んでます。ドン、ドン。よし、まあ、火力はなかなかね、まあ、シンプルにこの片手剣自体も火力高いし、役付けにしてるんで頭はめちゃくちゃ狙いやすいね、まあ、レウスっていうのもあるねそれは。お、猫ちゃん、猫ちゃん、ナイスナイス。これもう一回いけるやろこれ。あそう、ちなみにさっき一応ねスキルも見せたんだけど、KO 術も、3までつけてます。まああれ1.3 倍だから、まあまあまあって感じ。どんなもんなんかはよく分かってないんだけど、その KO 術のレベルが。あーくそ、当たれ結構ひるむな、やっぱ頭だと。ん?なんかドドガマル、ドドガマルがちょっと本当に邪魔、この子は。この子にはちょっとうんち投げたんで、どっか行ってもらおう。まあ、この隙にね、スタンを取っていく。無理か。あ、熱くはない。落ちろ。え、落ちない。落ちろ。あー、落ちた。やった。どんどんどん。あ、やった、スタン、3回目。いや、これめっちゃいいね。スタン片手剣みんなマジでおすすめ。マジでいいぞ。で、スタン、多分ね、さすがにもうね、スタン取れんから、あとは、普通に倒そうかな。ちょっと待って。ちょっとマジで、ドドガマル、ほんと、弱いくせにちょっとほんと、来るな。弱いくせに来るな。あとは、捕獲します。はい、ということでね、今回はね、まあ、めちゃくちゃ、いい感じなんじゃないかなっていう。スタン3回取れたし、素晴らしいです。いや、
思っとったよりもはるかにいい。さっきやった時はね、ちょっと練習で1回やったんだけど、まあ、2回ぐらいスタン取れたんだよね。で、今まあ3回ぐらい取れたかな、うん、3回か 4回ん3回かな。であの強打の相違とか来てなくて3回取れるっていうことは、来たら4回5回いけるんじゃないかなっていうところだね。で、素材よりもね、俺はちょっとこの後5分57秒。まあいいんじゃない?さあ、ハンターランクアップ。あ、これあれか。マルチじゃないから、最後のやつ出んのか。そっか。ということでね、まあ、スタン片手剣、皆さんもぜひ使ってみてはいかがでしょうか。それでは。